迫っているか。この城は総主公が必ずや死守せん。尊賢様の援軍が来るよ、守り抜く。まずは城周辺の敵を倒せ。その後隙を見て撃ってって。見事な働きだな。貴公と共に戦わば攻守いずれも従前よ。伝令、正体不明の若武者が出現。一人で呂布軍と戦っている模様です。なんと、すぐに合流しろ。敵の敵は味方。今は少しでも戦力が欲しい。城のような気もするけど。敵将、そこを動くなよ。別の俺、これで勝ったと思うなよ。さすがです。俺の続きましょう。この世界に迷い込んだばかりの様子。余計な世話かもしれぬ。手を貸そう。助太刀ですか。ありがとうございます。俺は豊久、島津豊久です。気づけば知らない場所にいて襲われてめちゃくちゃ困ってたんです。助かりました。この城を奴らから守ってるんですか。うん、よければ手を貸してもらえにか。はい、喜んで協力します。島津は受けた恩は必ず返す。西から敵の増援が接近中。まだ敵が来るのかよ。もう無理だ、絶対勝てねえ。敵の増援を許せば我が軍は窮地に立たされる。増援が来る前に西の砦を制圧せん。うん、見事な働きだな。貴公と共に戦わば攻守いずれも従前よ。こんなつまらん戦付き合いきれん。俺がさっさと終わらせてやる。あいつすごそうだ。止まったら城が危ない。俺が食い止める。さすがです。俺も続きましょう。なんて見事な剣さばきだ。俺、あんたみたいに強くなりたい。そのような目で見られたのは初めてだ。おう、俺の前に立つか。いいどこだろう。父上と張り合うなんて敵も侮れない。やっぱや随分やるものですね。私たちも気を引き締めねば。なんて元だ。こっちも熱くなってくるぜ。噛み砕いてくれよ。よし、間に合った。ここに伏兵を置け、敵の増援を崩せよ。総隊、敵軍が来たら一気に襲いかかれ。
承知しました。城はひとまず守れましたね。だが押されている。このままでは地球に突破されよう。とっておきだよ敵さん。案外しぶとい。でもそれで終わりかなね、地球さん。さよう。砲術の準備ができましたぞ。いざいざ追い打ちをかけん。放っておったらヤバいぞ。早く止めに行かないと。でもここを動けば城の守りが手薄に。ダメだ、八方塞がりだ。俺が王術を止めてくる。島津は最後まで諦めない。豊久殿を死なせてはならん。誰か援護を頼む。さすがです。俺も続きましょう。真の三国無双にふさわしい。あの若武者一人で敵陣に。俺たちももっと頑張らねえと。必ず城を死守する。よし、片っぽは止めた。あと一つだ。いいぞ、俺も続く。敵陣へ向けて攻撃を開始する。みんな私に続け。さあ相手になるぞ。よし、これで攻撃は止まったぞ。みんな、よく持ちこたえてくれた。これよりは、我らが共に戦おう。撃ち取っちゃった。おお、孫賢殿。これで流れも変わるだろう。みんなの国で守りきれた。もう孫賢さんたち来ちゃったの？城を落とすのに時間かかりすぎ。もう力押しするしかないか。じゃあみんな攻めちゃって。さすがです。俺も続きましょう。あんたも強そうだな。一緒に戦えるなんて燃えてくれ。なかなか熱い奴だな。俺もお前と共闘できて嬉しく思う。義の重鎮たる宗神殿と座を並べようとはな。だがこれほど頼れる味方はおらん。それはこちらとて同じこと。孫悟の刀匠の力、まことに心強い。少し突き寄って。周太、よくぞ城を守り抜いてくれた。俺の働きなど皆のおかげです。チェスト！なになに？この子ちょっと残念な感じなの？宗神殿、持ちこたえてくれて感謝する。さすがは葬儀の盾たる将よ。いや、この勝利は豊久殿の活躍によるもの。称賛の言葉はこの若き優勝に。俺だけじゃなくてみんなが諦めなかったから、だから勝ったんです。改めて礼を言う。